始めようぜレッスン。あ、でででではい。はい、すいません。はい、こんばんは。スーパーハイレグ女子の天津一代です。はい、今日はタイトルの通りで、嵐の二宮和也さん、ね、ご結婚されましたよね。おめでとうございます。おめでとうございます。だけど、やっぱり二のロスって言ってる人がめちゃくちゃいっぱいいるし、それっていうのはね、やっぱり、私も結構アイドルとかをすぐ好きになるので、二のロス、言ってる人の気持ちがめちゃくちゃよくわかるなって思ったのと、私の身の回りにもそういう人がいて、相談にね昨日乗ったので、ちょっとそういう人がいっぱいいるんじゃないかなって思って、そういう人が少しでもね、私のどうしようもない話でなんですけれども、救われたらいいなと思ってこの動画を作ることにしました。ということでね、二のロスしている皆さん、早く立ち直ってもらえるようにちょっとだけアドバイスをしたいと思います。よろしくお願いします。でね、二宮和也さん36歳で、ジャニーズグループ所属の嵐のメンバーで、嵐というねアイドルグループのメンバーの人なんですね。で、実写版のねガンツとか、コロ先生とかね、鉄痕キンクリートの人なんですね。ちょっと私あんまり芸能人疎くて本当に申し訳ないです。ちょっと調べました。はい。で、お相手が、元アナウンサーの38歳の女性ということで、まあね、一般的に36歳の男の人が38歳の女の人と結婚しましたって言ったら、普通に、あ、おめでたいじゃないですかって感じなんですけれども、まあ、でもここで問題ってなるのが、嵐っていうアイドルグループのメンバーだったのにもかかわらず、結婚してしまったことっていうことによって、みんながね、ロスっていう症候群になってしまったっていうのは、まあ、そうですよね。だってアイドルってさ、今、いろんな48グループとかもさ、恋愛禁止ですって一応歌っているわけじゃないですか。恋愛はしないよって言っているのがアイドルって思われがち、まあ、それが本当にそうなのかって言われたら全然違う人なんていっぱいいますけれども、まあ、そう思われがちで、アイドルをもうすぐ辞めますよって言っていて、アイドルじゃない職業にジョブチェンジするって言ったにもかかわらず、アイドルというね偶像っていうのは、なんていうの、のそのそう思われがちな時期にもかかわらず結婚してしまったっていうことは、まあ確かに、まああんまり良くないって思う人もいっぱいいるっていうのはすごく理解できるし、私も確かになーって、やめてからすればいいのになーっても思ったことの一つですね。でもね、やっぱりね、まあ正直言うけど、三次元の人間なんてね、結婚しちゃうわけじゃないですか。でそれのルールを守れるか守れないかっていう問題もあるけれども、やっぱり3次元より2次元でしょっていうことでだってさ、2次元のアイドルってさ、結婚とかそういう恋愛トラブルも絶対ないし、なんだろう、それはその犯罪的なトラブルも結構多いじゃないですか、アイドルさんって。でそういうことも人間じゃないからありえないわけですね。で課金っていうのは、3次元のアイドルに課金することっていうのは、3次元の人の生活を豊かにするために課金したり、まあ周りの人のためにもあるけど、周りの人とそのアイドルさんの生活のために課金するものであって、2次元のアイドルに課金をするっていうことは、その作っている制作者の人たちの生活のために課金をしているわけだから、まあね、なんて言うんだろう、その物語が続く生活のためではなく、自分に返ってくるものは、そのアイドルと自分の物語が続くために課金をするっていう意味にもなるので、私は断然3次元より2次元のアイドルを推したいと思います。ということでね、ちょっとね、昨日人にもちょっとこの話をしたんですけど、ちょっと話はグダグダなんですけど、私のおすすめの作品を紹介していきたいと思います。まずアイドルってね、これね、やっぱ世界的に、まあ、今世界で一番メジャーなんじゃないかなって思う、やっぱり歌のプリンス様ですね。歌プリは、元々はね PSP の音ゲーだったんですけれども、それがアニメ化して舞台化してというね、ソシャゲにもなって、もう今やね、世界で歌プリを知らない人なんていないんじゃないかなって私は思うほどに大きいコンテンツになって、やっぱり声優陣も豪華ですし、今作画もすごい綺麗になりましたし、歌も素敵、まあ今からアイドルの紹介するんで、まあ、歌はみんな素敵なんだけど、で、まあ、物語も面白いんで、まあ、やっぱり鉄板としてねおすすめします。はい、なんかちょっと歌プリくらいしかなかったんで、ここに置いておきますね。はい、で他にもいろいろいっぱいあるんだけど、で、あ、そうだね、で「月歌」とか「B プロジェクト」とか「少年ハルト」みたいな、そういう感じのやつもあって、私ちょっとあんまり中身そこまで知ってるかって言ったら知らないんですけど、アニメはやってて、でそれアニメやってたのは
ってるんだけど、アニメやってその後舞台化してるっていうものも結構多いんですね。その3つはアニメ化して舞台化してるっていうものですね。で、舞台化してるものはいいんですけど、 2.5 次元っていうものにハマってしまうと、 2.5 次元って舞台をハマってしまうとですね、結局その俳優さん、3次元の俳優さんを好きになってしまう人が多くて、そうなってしまうとまた3次元の、アイドルを追っかけてるのとあんまり変わらなくなるんじゃないかなって思っているので、ちょっとあんまりはおすすめはしないかなって個人的には思っています。はい、そんな感じですね。で、あと次にアイドリッシュ7アイナナですね、はい、それはこれも、ゲームソシャゲがの音ゲーですね。もともとソシャゲの音ゲーで、で、アニメ化して舞台化もしてるんだけど、これね、やっぱね、ゲームを私おすすめします。やっぱりゲームをしてる方がそのキャラクター一人一人の物語がすごい濃くなっていて、で、アイナナは物語結構ちょっと暗いところもあるけど面白いし、そうですね面白いのでぜひ、結構おすすめの作品の一つですね。で、次に私がおすすめするのはアンサンブルスターズ、アンスターっていうものがあって、で、これもソシャゲーで、これはね、ちょっとね、音ゲーではないんですね。普通にシミュレーションゲームっぽい感じです。はい、で、で、これ漫画とかもいっぱい出てて、すごい人気すぎて漫画とかもいっぱい出てて、その後に舞台化もしてアニメ化もしましたね。で、まあ、私もすっごいアンサンブルスターズ一時期すごいハマっていて、まあ、今ちょっとお金がないんで課金できないんですけれども、ひどい時だと 今の月給がめちゃくちゃ低いっていうのはあるけど、今の月給かける3、4倍ぐらいのお金を、はい、突っ込んでおりました。で、ちなみに私はね、フィーネ推しで、生徒会長の天正井英一君っていうキャラクターがめちゃくちゃ好きで、はいはい、すごく好きで、でもね、その声優やっぱ2次元を好きになると、やっぱその3次元の声優さんも好きになる人が多くて、で、私もそのタイプなんですけど、でもね、このね、H 様の声優さんは緑川光さんっていう、すごい超大物声優さんなんで、もう目撃婚もされてるし、でもそれでもやっぱりそのキャラが好きなんですよね。で、いうのが愛なのかなって私は個人的に勝手に思っています。はいで、次に紹介するのがアイドルマスターサイド M ですね。これもすっごい大きいコンテンツで、で、まあ、まだずバックボーンがアイドルマスターってね、女の子がいっぱい出てくるアイドルのアニメとか、まあ、違う、ゲームが始まってアニメもやったすごい大きい作品の中に出てきた、最初はね、トリガーっていうね、トリガーじゃない、ちょすみません、ジュピターだ、ジュピターっていう、グループがあるんですよ。ジュピターっていうグループがあって、ジュピターっていうグループがあって、そのちょライバルとして出てくるんですね。ライバルとして出てくるんですけれども、なんだろうね、その子たちの成長を見たいよねっていうことになってできたのがアイドルマスターサイド M なんですね。でもね。やっぱりね、ジュピターのファン結構多いんで、ライブのファーストライブとかはね、あーテラシーってなる人がめっちゃいっぱいいたし、で、なんかね、これ、元何々、職業が元何々って人が多くてじゃないな、職業があって、で、それでアイドルになったっていう設定のキャラクターがいっぱいいる。一応カードゲームですね、これは。はい、です。で、カードゲームで、アニメ化もしている作品で、ライブとかもよくやっていて、はい、おすすめです。で、これと似たやつで、キングオブプリズムの、オーバーザレインボーっていう、そのライバルっていうか、まあ、支えてくれてた、それはライバルじゃなくて、ライバルってあれ、支えてくれた男の子たちの、物語みたいのが映画化しているのもあって、それも面白かったです。で、あと全部言ったかな、はい、そんぐらいかな。あとね、ちょっと一個、もう一個言いたかったのはドリフェスかな。ドリフェスっていうのも、ゲームがあって、音ゲーですね。もともと音ゲーがあって、で、その後アニメ化してなんかライブとかもやってたんだけど、まあ、今ね、もう終わっていて、コンテンツとして終了していて、なんかちょっとラブライブに近い感じ
の、やり方だったんですけども、ね、やっぱり、一番何が悲しいかっていうと、自分の好きなコンテンツが終わってしまうっていうのはやっぱりすごい悲しいよねって私は思っていて、悲しいですよね。で、悲しいからやっぱりそのロスとかもそういうので言うと、そこに、まあ、ちょっと近くないんですけど、だからそのアイドルの歩みっていうかね、成長が終わらないようにやっぱり課金をするとかって大事だと思うんだけど、やっぱりそれはなんか夢をもらったから嬉しいから課金をするっていう風にしていかないといけないのかなって考えさせるところではあります。でもやっぱり終了するとすごいやっぱ悲しいなって私も思うし、思う人がいっぱいいると思うので、そうならないように自分の推しには全力で推していった方がいいっていうのは思いますね。で、今回なんですけれども、どんなアイドルをおすすめしようかなって思って、で今回二宮和也さんを好きな人って36歳の、ゲーム好きな男性が好きっていう方が多いのかなって私は個人的に思っていて、で36歳って結構いい年齢じゃないですか、まあ、ぶっちゃけねでだから、ね、その昨日も言ってたのは、36歳ぐらいのおじさんがいいのかっていうことなんですよ。でだからさ、それだったら二次元アイドル界の最長は、アイドルマスターサイド M の狭間先生だと思ったんで、最初にねあのセムの踊りをちょっと一生懸命やってみたんですけれども、その狭間道夫先生は、元数学の先生で、ね、アイドル最年長32歳なんですけれども、まあ、でもやっぱりかっこいいし、ね、やっぱりね教師、生徒を導くの教師ではなくアイドルだってことでアイドルになって、でなんかねピチピチのスーツを着て、おじさんがピチピチのスーツを着て全力で踊ってくれるっていうグループです。なので私的には結構一番おすすめなのかなって思っています。でアイドルマスターの中でやっぱり王道って言ったらバイトかなって私は個人的に思っていて、でそのねなんていうか、なんかアイドルマスターってめちゃくちゃグループがいっぱいあるんですね。グループがめちゃくちゃいっぱいあって、でその中で嵐って言われてるのが、嵐っぽいって言われてるのがバイトで、インターネットにそう書いてあってね、多分そうなんだと思います。でそうですね、でどんなグループかっていうと、一番メインの京次くんがかっこいいお答えでかっこいいんですけど、あとピエールっていう、王子様とみのりさんっていう、それはちょっとおじさんなんですけど、もともとアルバイトをしていた3人組っていうのでバイトっていう名前の、アイドルがいて、かっこいいです。というか私は京次くんがめちゃくちゃ好きなんで、京次くんがめちゃくちゃ好きなんで、はい、京次くんがめちゃくちゃ好きだし、梅原雄一郎さんがめちゃくちゃ好きなんで、はい、推してますのでぜひおすすめなのかなって思います。で結局ね、ここでね年じゃないっていう人もいっぱいいると思うんですよ。ってことはじゃあゲームが好きな人が、ゲームが好きなアイドルがいいのかっていうと、まあ、やっぱり趣味をゲームっていう風にしているアイドルってすごいいっぱいいて、でサイド M だったら、ハイジョーカーの秋山隼人くんっていうね、ハイジョーカーの一応なんか四季くんっていうなんかメガネかけた花巻いてるやつが一番メインっぽいんですけれども、そうじゃなくてリーダーがいて、その子もゲームが好きっていう設定ですし、フラックスのカブトくんもゲームが好きっていう設定でしたね。で、あとは、アンスタも、ゲームが好きっていうキャラ設定の子が多くはないけど、まあ、トリクスターっていう一番メインのね、主人公自分を毎日送り届けてくれる4人がいるんですけれども、その中の一人の結城誠くんも何だっけな、格闘ゲームか、格ゲーが好きっていう設定だったし、であとね、甲賀くん、アンデッドの甲賀くんも、カードゲームが好きっていう設定で、ガビッツ、あのすごい可愛い男の子がいっぱいいる、あの設定のグループの、ニトナズナくんっていうキャラクターがいるんですけれども、その子もソシャゲが好きっていう設定で、でゲームが好きっていう設定のねキャラクターってめちゃくちゃいっぱいいるので、ぜひね皆さんも自分の好きな男の子をぜひ見つけてみてほしいなって思ってます。私があんまりそんなに
乙女ゲームそんな詳しいわけではないんですけれども、そでもなんとなくやったことある私ですらもここまで一応何人かねおすすめできる男の子を伝えることができるので、まあ、もっと詳しい子に聞いてもいいし、やっぱ自分で調べてもいいと思うし、まあ、まずねやっぱりいろいろゲームをやってみてほしいなっていうのはありますね。でこれで途中でも言ったんですけど、やっぱりコンテンツが終了してしまうっていうのは一番悲しいし、一番悲しいんですよね。だから皆さんにあまり経験してほしくないなっていうことで、まあやっぱり大きい潰れない爆音があるコンテンツが私はおすすめです。でそうなるとね、やっぱり歌プリ、アンスター、アイドルマスターサイド M がいいのかなって私は個人的には思っています。特にやっぱりアイドルマスターサイド M を一番おすすめしている理由は、アイドルマスターを見ていただければわかると思うんですけれども、あそこまででっかくなっているアイドルコンテンツっていうのはなかなか見たことがなくて、でサイド M もやっぱりキャラクター一人一人の設定がすごくしっかりしていて応援したくなりますね、やっぱり、うん、っていうところでも一番最初にやっぱカードゲームだからやりやすいっていうのもありますね。音ゲーは私もなんですけど、音ゲーやっぱりリズム感が全然ないんで失敗することがすごく多いんですけれども、カードゲームだったらやっぱりカードの性能を見て属性見るぐらいで一応なんとなく戦えるのでそこがやりやすさっていう面においてもおすすめの一つですね。はい。でそうですね、アイドルなんでアイドルソングがいっぱいあって、みんなどのねコンテンツにも、だから歌も魅力の一つなのかなってやっぱり思います。でね、今回は、アイドルが好きな方々のためにっていう配信だったんで、二次元のアイドルというふうに絞って紹介させていただいたんですけれども、こういうゲームとかアニメとかのコンテンツの中では、なんだろうね、他にもいっぱいおすすめしたいのがあって、例えば夢100だったり、あ今だったら刀剣乱舞の方が夢かな、刀剣乱舞だったり A3 だったり、私がよくねネオロマンスをおすすめをしているんですけど、そういうもので、アイドル以外のコンテンツでもイケメンはいっぱいいますよっていうのをね、おすすめしたいと思っています。あでも今回はねアイドルに絞ってみましたっていうことですね。で私大体間違ってることいっぱい言うんで、ぜひね間違ってるところあるよって人はねコメントでぜひ教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。でね、こんだけ昨日ねこういうことねちょっと調べながら、二次元アイドル3次元より2次元でしょっていう二次元アイドルのね素敵さをこんだけ語ったにもかかわらず、これをアドバイスをして聞いてくれた人は、まあ、最終的にいや別に私は、3次元の綺麗なイケメンを見たかっただけだわって言って、次はなんだっけな、スノーマンを押しますって言ってましたね。だから結局ね、あなたが立ち直るにはあなたが次を決めなくてはいけないっていうことですね、うん、なんで私のアドバイスとしては3次元より2次元だよねっていうアドバイスをさせていただきました。ね、いち早くねニノロスから皆さんが立ち直れることをお祈り申し上げます。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。だらく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 